ソフトバンクと西武は11日、昨年12月に国内フリーエージェント権を行使して移籍した山川穂高内野手の人的保障として甲野投手が移籍すると発表した。甲野は突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり感謝しかありません。ドラフト1位で取ってもらったものの、期待に添えるような活躍はできなかったと思いますが、チームメイト、監督、コーチ、スタッフ、フロントの皆さんには温かく見守ってもらい感謝していますとコメントした。どうやって立てないの？いろいろあったみたいだけど西武で頑張ってほしいわ。甲野のホークスでのメスインってどれなんや？やっぱ森友哉じゃね。森友哉やな。打たれたけどあれは本当にすごかった。これか。これほんま名勝負。どっちもえぐい。内角ストレートにあれだけフルスイングして空振りした後、外角のフォークに合わせて逆方向のホームランやろ。素人目で見てもすごすぎるわ。あれだけフルスイングで勝負するのすごい。そして追い込まれて変化球にああいうバッティング。甲野はよく投げたし森もよく打ったでいいな。甲野はあれで攻められるやつおらんわ。ノースリーからストライクゾーンに平然と投げ込める甲野も変態だわ。しかも投手ルーキーやぞ。愛はホークスファンだったが、当時これに出たれてもなぜか満足感があった。それくらいには名勝負だったわ。甲野はしゃあないわ。そもそも抑えにいるの自体トラブルが積み重なってやし、いつか打たれるのは分かってた。タカさんのドライチが1年目から四分陣の働きするのっていつぶりや。そう熱いチームやのに甲野すごいな。相手が普通の場所なら普通に抑えてた。森が変態すぎただけ。ほんまようやっとる。本当にもうやっとると思うよ。森の外のフォークをカットしたみたいな打ち方でスタンドインと角ないなってんね。何度見てもホームランスイングじゃないわ。甲野も甲野でルッキーとは思えないと今日。これからも動画投稿頑張るので、野球が好きなみんなはぜひチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。